怠慢でもう一回ボコりたいと思います。これガチっすよ。本当食ってもらいますよ。怖っ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。なんか俺嫌な予感する。はいどうも、ホスカイです。会長が昭和で行っちゃったんで、ボスと子分が残ったんで、これ僕らで怠慢して負けた方が一気にいたいと思います。やっぱね、食べ物残しちゃいけないんで、ちょっとだけさっき袋に入れた分残ってるんですけど、また違う機会でね、倒そうと思います。怠慢でもう一回ボコりたいと思います。もう負けません。いやこれ負けたら嫌やな。臭いもん、臭いっすよ。牛っすよ。これ最初いいっすよ。やばな。最初はグッ、じゃあいけばい。これガチっすよ。食ってもらいますよ。あーうわマジで怖っ。いないでこれ後ろの方って思ってやるとよし。怖いな、これ当たるよ。当たるっす。当たるっすね、頭。怖っ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。怖っ。怖いよ、普通に。いや、怖くないっすよ。これは虫を知らないからっすよ。何も怖くない。じゃあ、頭につける。いきますよ。怖いでしょ。怖いです、ちょっと怖い。俺嫌な予感する。ここや、絶対ここや。いや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 、ずる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 。だって別に入れてない。ずるいずるい、入れましたって。入れてない。いや、それはずるい。怖さ倍増だから。いや、上から覗かないって書いてある。いきます。あ、残り少なくなってきましたね。今回接戦いきますよ。しゃっしゃっ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10個以上あるんで、あ、大丈夫です。10分の1だって。うわぁ、もう 10% で。確かに。あっ、すわ。残りが12個あるね。12分の1、まだいけるわ。いきます。やっぱね、強いんですよ、俺。運あるんで。マジで運いいから、昔から運いいよ。ボス負けて、ペラペラもらうんすよ。過去の付き合いから行くとそうなる。いきまーす。よっしゃー。こっから 10% の未知の領域行きました。いきます。よし、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 あ、おっしゃおい。俺的にここめちゃくちゃすっから嫌な予感するんですよ。行きます。行きますよ。絶対大丈夫。おっす。1、2、3、4、5、6、7。7分の1か。行きます。おっす。6分の1。本当に飛ぶのこれ。理想な顔してるやつ。飛び顔する。もう今にも飛ぼうとしてます。いきます。行きましょう。マジ話してあります。こいつら食べてもらいます。まずはちっちゃい方から。こいつ昨日までどっかの田んぼかなんかで元気にしてたコオロギ。行きます。なんかね、海苔をスナックにしたの。はい。では、次。ちょ、待って、まだ早い早い。飲んでない。これさ、飲み込むのがきついね。いや、そうっす、そうっす。本当に。噛むまではいいんですよ。味も別に、そこまで深いじゃん。喉越しが最悪。最悪っす。次、ボス、デカめ。小指よりちょっとちっちゃいか。つぶらな瞳ですね。食べてもらいます。罰ゲームなんで。行きましょう。よし。噛んで、噛んで、噛んで。でかい。でかいっす。噛んで。いきますよ。痛い。刺さる。どうすか、お味は。お味はやばい。お味は、お味はどうすか。全部食ってもらいますよ。すいません、本当にマジで飲み込めない。これ味はね、腐ったエビ。あ、ちょっと苦いっす。で、噛んでたら痛いのはなくなった。チクチクしたの。臭いもん。臭っ。しょうがないじゃん。牧場みたいな匂いします。臭っ。飲み込んできました。今口の中で溶けてきた。完食しました。ということで、決勝戦。イエーイ。いきます。決勝戦。もう負けた方がこれを。え、さっきの袋の残り出したってこと。はい。決勝戦。いきます。バカでしょ。やっぱ悔しいんで。食べた量が全然違うんで。いきましょう。決勝戦。え、一気飲みってこと。はい。もう、俺がやったやつ。これ会長行った時にやるの。いや、噛むんで大丈夫です。でかいとはいえ、 YouTube じゃなくなってる。負けた気がするんで。プライベートになってるよ。いきます。最終決戦。これ俺が最初に袋に残したやつで、彼がもう火ついちゃって、もうどうしても俺と蹴りつけたいって言うんで、これ一気かけて最終決戦やろうと思います。本当はね、会長を交えてやりたかったけど、まあ彼は逃げたんでしょうがない。やりましょう。もう俺も男なんで受けて立ちますよ。振られた喧嘩はね、やっぱ買わないといかんで。
じゃあまず一発目決めましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい、よし、いきます。一発目、絶対に出し余裕の一発目。はい、重み違うね、なんか一対一なんすよこれ。一気っすよこれ、全部っすよこれ、しんどいわ。うわサクサクいこう。なんかもう負けない気がする。言い出して負けるから回せる。これまだまだ余裕なんで、よっしゃ、いや、なってくるね。あちょっと考えるよね、決め打ちしよう。これここら辺をもうダメって決めて、よし、いきます。どんどん、ああダメな気が。なんか俺もここ空いてるんですけど、このゾーンちょっと不安になってきた。次ぐらいでやめようかな。よし、あやばい、これやばい。勝負師ミトナツにあんまり勝てる気がしない。いきます。はい、よし。ミトナツの口が臭い。臭いっす、自分でわかる。臭い、ミンティアでどうにかなる匂いじゃない。虫より臭いっす。なんかね、歯磨きでどうにかなる感じでもないよね。じゃないっす、にこびりついたような。やべえ、うわ調子乗った。おぉ、もう怖くなってきました。いよいよ、おぉ、すごい、もうさ、マジで嫌。感じました。行きましょう。いや、もう一気に行くよ、男らしく。こんな撮影早く終わりたいんで、本当にもう早く行きます。さっさと。これはマジで本当に人生で一番嫌な瞬間かもしれない。見てよ、やばいから。でも俺は結構男らしいんで行きます。どうぞ。これ無理じゃない。いや無理っすよ、無理でしたよ。俺はもう本当にもう負けたんで、行きましょう。くっそ、行きましょう。嗅いでよ、口の中で嗅ぎましたから。行きましょう。3、2、1。いったいったいった、は、早くやばい、早くやばい。ガチでえずいた、本当にやばい、吐きそう、吐きそう。わかりますか、吐きそう、震えてるもん今。行きましょう。マジでざまあみろ、まろ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 、あ、ちょっと。どうですか。本当に量が多すぎて、あと匂いと食感と、もう何もかもが体が全部で拒否してて、今涙も鼻水も出てて、ごめんなさい。もう勘弁してください。すいません、とりあえず。はい、もう言葉が出ないです。すいません。行きましょうか。ええー、行きましょうか。せめて噛みましょう。オッケーオッケー。うわ、うわ、うわ、いった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 。おかしい。来ました。くさ、噛んで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 。うん。すいません、一応噛んで少しは喉に入れたんですけど、もう涙と鼻水と胸焼けというか、もう全てを拒絶してる体が全身で、半分ぐらいは胃の中に入れたんで、やばい、もう本当に今にも吐きそうなんで、チャンネル登録高評価お願いします。これ、アキさんの気持ち分かったわ。